東京に修行に行った時にその修行先の焼き屋を調べた高橋の味がもうめちゃめちゃ美味しくてですね、うん、もう食べてその場でもう求人に応募したっていう。うまみと甘さと、はい、お待たせいたしました、焼きあご塩ラーメンですね。鳥、動物系とあと魚系のトリプルスープですね。そうですね。スープはもう全部同じスープで、タレとかが違ってきます。はい、この塩と味噌は同じ麺なんですけど、はい、背脂とつけ麺は全く違う麺で、当店3種類麺があります。はい、これが塩の麺ですね。これ背脂ですね。でこれがつけ麺の麺ですね。この3種類です。あれですかね、もうあの1食分ってことですか。あ、これ2玉です。このアゴの、アゴ出汁のお店を始めたきっかけっていうのは何かあるんですか。きっかけは私が東京に修行に行った時にその修行先の焼き屋を調べた高橋の味がもうめちゃめちゃ美味しくてですね、うん、もう食べてその場でもう求人に応募したっていう。そうです。東京で修行して4年修行して帰ってきました。お店をオープンしてもまだ、あ、つい最近そうです。まだ半年、やっと半年経ちました。焼きあごの出汁をすごい凝縮したタレを使ってますね。本当に岡山中四国には多分ないような塩ラーメンです。あれですよね、岡山県内の、はい、あのというか、竜王のお店少ないですか。そうですね、何店舗かはあるみたいですけど、うちほど濃いのは使ってるとはないと思います。濃いんですか。ものすごい濃いです、ね。まあ、トビウオだけではないですけどね、他の魚も入ってますけど、メインはトビウオで、じゃあいろいろな魚を、まあ、ブレンドしつつ、トビウオがまあメイン。そうですね、旨味と甘さと、はい、お待たせいたしました、焼きあご塩ラーメンですね。
ご飯とわさびを入れてだし茶漬けで締めるっていうのがお店として一番おすすめの食べ方です。あ、ご飯も、あ、じゃあもうあれですか、もうその全部その麺とか食べた後にそのそうです、ね、ご飯を入れて、あとこのわさびを入れていただいて、これまさに本当にあのご飯をと一緒に食べたら、はい、あの最高だと思います。最高ですね、しっかり味してるんで、はい、このチャーシューっていうのはなんかこだわりみたいなのがあるんですか？チャーシューもとにかくやっぱ柔らかくなるようにしっかり煮込んでですね、あのなんかあれですか、薄いそのチャーシューとあのちょっと厚めの、そうです、部位が違います。あ、そうなんですか、はい、バラ肉、分厚い方がバラ肉で薄い方はロース、肩ロースですね、の肩ロースの低温調理。次は背脂醤油ラーメンですね。これをお出したいと思います。この背脂醤油ラーメンもアゴを使っているんですか？そうです、それも入ってますね、はい、もうメニューもすべてアゴっていう、一応入ってます。え、ただその背脂はどっちかというと煮干しもやっぱり強く入ってますので、なんかそのいろんなものを混ぜることによってなんか味が安定したりするわけですか？ より深みが出ると思いますか、はい。お待たせいたしました。背脂醤油ラーメンですね。いいですね、これ。なんか、はい、さっきとまた違った感じで。はい、そうなんですよ。濃厚なんですけど、この醤油の味がしっかりしてますね。しそうないですよね。これ細いとちょっとなんかまたなんか物足りないというか、はい、味がまた違うものに変わってる。そうなんですよ、美味しいですよ。濃厚背脂辛甘味噌ラーメンをあのお出ししたいと思います。お待たせいたしました。濃厚背脂辛甘味噌ラーメンですね。染みますね、この味噌が。でもあれですよ、そんなに別にじゃあアゴ出汁を入れてるかって言ったらそれはまたそこまで魚はそこなり入れてないんですよ、うん、あんまり入れすぎたらあの味噌汁になっちゃうかなと思って。ただやっぱり濃度と甘さとか辛さ、そこにはすごいこだわりがあって、もう甘さもいろんな甘さを入れたりとか、うん、辛さもいろんな辛さを入れてますので、
今日は3杯、食べていただいてありがとうございました。常に美味しい美味しさを追求してラーメン作り頑張っておりますので、ぜひ一度皆様、ご来店いただいてご賞味いただければと思います。皆様のお待ちをご来店心よりお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。